くなってから初公演。初公演。イエーイ。今日までに黒くしたかったのよ。あ、そうなん？そう。あ、ちゃんと合わせてたんや。そうよ。そうよ。なんか口調よ。表情は吉村哲也さん。クマ、ありがとう。なんかさ、やっぱ電波悪いかもやか。そんなの関係ある？え、なんかこうやって見たらめっちゃ青くない？うん、青い。地毛と比べたら青い。なんか初期のさ、綾香と坂田もこんなんやったよな。茶髪からさ、黒染めしたから。うん、逆に黒すぎてさ、うん、なんかもう油性のマッキーとかでさ、やったみたいな。もうなんか、イケアさん、炭かぶったみたいな色。昨日の猫プリンってウサギプリンじゃないの？猫だよね、あれ。ウサギじゃね？え、でもさ、ウサギプリンってさ、ハッシュタグやったらさ、3000件くらいしかなくてさ、猫プリンって言ったら何万みたいな。え、あれ猫だよ、絶対。でも、うさぎにしては耳短いなと思った。え、そう、あれ猫やねんで。ピンクやからウサギに見えちゃう。韓国では猫やねんで。いや、強気。韓国では猫やねんで。強気に出た。ハッシュタグの数がそっちの方が多いから強気に出てる。そう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 。でもちょっと待って、ちょっと いいですか、うん、いや、あの猫プリンを最初に、うん、あのこの8期生に輸入したのは弥生やと思うね。そうなの？美咲食べたことないで知った。ちょっと待って、弥生から聞いてないもん。違うもん、だってマコにね、うん、これもういろんなとこ言ってるんだけどね、うん、もう弥生と一緒に行こう、弥生がね、マコにマコこれ好きそうみたいな、うん、猫プリン、だからそうそうそう、このプルプルしてるこの顔、ま、この顔なんかマコ好きそうみたいな、うん、言ったら、え、可愛いみたいな、うん、一緒に行こうって。で、韓国しかなかったから、うん、うわ、でも韓国しかないわみたいな、うん、言ってたら、マコが心斎橋にあるだよみたいな、うん、めっちゃ身近にあるやん。心斎橋にあるだよみたいな、え、じゃあ行けるよみたいな、行こうって言ってたら、なんかあやこと言ってて知らないうちに。何ですか？そのさ、約束知らんくって。そう、なんか、そう、彩香悪くないの。そう、もう100、100、もう0、100でマコが悪いから。もう0、100でマコが悪いんだ。いや、なんか彩香は、ね、なんかカフェ行こうみたいになって、うん、どこがいいかなって探してて、その時心斎橋行ったので、そう、え、これなんかさ、調べたら一番上にその出てきて、心斎橋の、え、最近できたとこなん？結構最近流行ってる、流行ってた、うんうん、1月ぐらいに、そう、そう流行ってて、で、あ、これ可愛いし近いからここ行こうやって言ったら、うんうん、え、いいよこれ可愛いとか言ってなんか普通に行って、あ、で、あ、本当に韓国の方が経営してるんだみたいな感じで、そう、まず多分韓国の方、もうこれはね 100% マコチが悪いですよね。え、なんかマコ初見の反応だったよ、マコ。え、もう意味わかんないです、合わせてくれたんだろう、約束してたんで、もうもうね、もうこっちは怒ってるんで、こっちは怒ってますよ、もう怒ってますよ、よくダメですよ、本当。りょんりょんさん、チキン南部さん、あ、チキン南部さん、これ何これ、あ、あったか配信、すごい、ありがとう。何それ？終わったら手見たら引っかいてました。見て、なんか字書いてる、すごい可愛いよな。とりさ、パッと見さ、やくさ、もう本当に違う、悪くないんだよ、悪くないけど、うん、アホに見えてさ、確かにアホに見えてさ、この、あ、確かに、やんな、あったか配信、あったか配信やった。そうだよ、やゆこは怒ってるんだよ。やゆこは怒ってる、やゆこは怒ってるんだよ。あんま怒ってるって使わない怒ってるからね、本当に面白い。太蔵さん、レオさん、リナちゃん、いつきさん、ポニーさん、ヤング夜公演も行きます。久しぶりサタくんさん、タイプポッチ357050さん、ナオさん、ばあちゃんごめんね、アモリのおっちゃん、こんにちは、こんにちは、こんにちは、髪分け取るんですけど、ヨシモンさん、ズエンドちゃん、ナオさん、こんにちは、こんにちは、ノースグラさん、今急に疲れが来た、クヤさん、楽しすぎて疲れた、アンクさん、ありがとうございます、楽しすぎて疲れた、ヒロ公演ありがとうございます。なんで君着替えてないの？違う、私は一周着替えて、私と坂田は一周着、まあ、早シュールな状況にスタッフさんも二度見です。私たち着替えてるぞ、弥生も、弥生も着替えない。弥生がこれで公演出たら、これを衣装ってことにできるよ。え、本当に、うん、じゃあこれでやりたい。これで一番踊りやすい、うん、確かに誰よりも踊りやすい。え、今ね、え、映していい全身、めっちゃ変な格好してない、私普通さ、地球さ、後ろに座るじゃん面接です。机の前に座ってますねなんか来た時にもう椅子がこう並べてあったから、もうこう座るしかないって思って。
ってどうなってるか。ちょっと腕がしんどい。紹介して。おかしいから机の前に座ってるの。そうなんですよ。謎。うん、逆だよね。なんか弥生のショールームの皆さんも見たいですか。じゃあちょっとじゃあ次はやる。はい、こういう感じですね。そう、なんでな、こっちがこっちも知りたい。よいしょ。なんでなんやろうな。え、手持ちない、え、みんなスマホ手持ちやる、めっちゃシュールやね。みんな立ってて持ってるの、めっちゃ頭いいじゃん。弥生がバカなだけだよ。めっちゃ頭いいじゃん、みんな。バカなだけだよ。みんなめっちゃすごいよ、ほんと誇りに思ってるよ、みんなのこと。なんかめっちゃ持ってるよ。そんなにスマホ立ってて持ってるだけで誇りに思ってるよ、ほんとに。でも横の方がさ、漏れるから、うん、確かに、こっちの方が漏れるけど、うん、でも見やすい。時間わかるしな。そう、それがね、一番でかい。 Give me 5は滑り込み、セーフにしてください。横で持ってたよ、違うんです、あれね、私が衣装を全部着てないと思って、衣装さんが持ってきてくださって、私も焦って履いてたら始まっちゃって、パニエ履いてたんだけど、あやかこれ2枚履いてて、パニエで Give me 5の時は1枚だけなんだけど、パニエ着てるので、その1枚を置いといたの、うんうん、置いとくように前言われたから置いてたんだけど、多分その1個だけ残ってるから、うん、あ、入ってないって衣装さんがびっくりしちゃって持ってきてくださって、うん、え、入ってないかもと思って、入ってたら始まって、そうで、え、やばいと思って、でもあの間に合ったからセーフにして、そんな事件が、そう、え、あのギリギリ、あのここここ行った、そう、歌わりまでには間に合った。めっちゃ面白い。そうなんですよ、衣装さんがね、そう駆けつけてくださって、そう、なんで弥生の携帯明るくない、確かに明るい、確かに、でさっきもマックスにしてるんけど、マックスだよ、マックスだよ、フィルター、フィルターかな、フィルターやん、自分のショールーム漏れへんねん、クリームです、ね、悪いねんの、私はクリームのフィルターをつけてる、はい、クリームです、皆さん、会話がちゃんと女子やん、え、グレーとかあるよ、わーやばいこれ。え、なんかガビーみたいな、あ、なんかクリーム青くない、あ、クリーム、あ、見て、これにしたら髪の毛桜になった、それそうか。なにそれ、黒白やから、それそうか、あ、そうな、みんななんか、あ、こんなんまるで、すごいいっぱいあるんやな、めっちゃ唇赤い。みんなここ通る方めっちゃ笑ってくる。だって不思議やもんな、こっちに。え、やんな、これ何かしてた、フィルムとかもある。え、なんか普通のノーマルにしちゃった。え、北海道ってあるで、北海道、あ、北海道いいやん、明るい、ごめんなさい、北海道って何、北海道って何、北海道、何それ、そうだ、北海道ってこあんの、あるあるある、どこどこどこ、これなんかさ、一昔前に流行った B612 やん。じゃあ、カメラ360みたい。あったね、B612。え、リップ、やばい、リップ。何にしよっかな。あ、これかわいい。オリジナルが一番よくない、うん、ピーチかわいいよ。ピーチ、あ、かわいい。え、ピーチある、ピーチ、うん、ピーチある。ピーチにしよう。ピーチ、どこにある、ピーチ、あ、結構右、あ、ほんまや。結構右ですね。え、ピーチ、かわいい、どんぐらいのレベル、え、ピーチの、ピーチの、ピーチのなんか半分ぐらい、え、なんか美咲の変じゃない、なんか弥生と違うく見えるんだけど、確かにピーチ、もう私はノーマルにしよう、あ、茶髪に見えるからこれにしよっか、サカさん髪茶髪じゃねって思う、髪茶色かったら何でもいい。開演前配信で坂田と桜田が弥生ちゃんの私服の悪口言ってたよ。チクってるやん、ちょっと、違う違う違う、私服じゃない、私服じゃない、レッスン着、レッスン着、うん、違う、リハの帰りよ、レッスン着ね、様子がおかしいよね、うん、ってだけだよ、いやいやいや、ちょっとね、ちょっと誰ですか言ったの、ね、聞いて聞いて、弥生はね、ポリシーを持ってるから、嘘でしょ、あの、ね、北県の T シャツにジャージに、あのリボンのついた靴と日傘を、うん、何年経っても、うん、擦れない心、どんどんみんなおしゃれになっていくけど、初心を忘れない心、いや、初心でどういう、別にこの初心もなくない、初心を忘れないこの気持ち大切、すれない、でもブレないよね、そうそうそう、でも初期からじゃない、そうそうそう、割と確かに初期もっとひどかった、でも可愛い服やのにしたさ、うん、めっちゃジャージでさ、可愛い靴履いてさ、可愛い日傘とさ、うん、カバン持ってさ、小物可愛いのに服だけがジャージみたいな
ゃあ面倒くさくて着替えへん、中途半端に着替えへん。あ、そう、うん、そう上だけとか下だけとかだからやろだってね、あれだもんね、ローファーとかで買ったもんね、ジャージにローファーに、なんか制服、制服ジャージローファーみたいな、まんま同じこと言ってる、確かに、すげえ、うわあったな。うん、白熊さん、なんだこれは、最高、ありがとうございます、最高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 嬉しい、嬉しい、そう、美意識高いって言われてる、2月から日傘使う、そうそうそう、そうなん、え、今じゃない、今2月から日傘使うって言ってたもんね、そうなの、あ、あなたが、うん、え、わかんないでも日傘ずっと持ってるイメージあるかも、え、でもそんな早くないよ、さすがに、夏でも持たんもん、日傘4月とかじゃない、痛くない、うん、邪魔って思っちゃうえ、かわいい日傘持っときたいタイプってこと、うん、だってフリフリやん、確かにフリフリ、うん、ベル公園入ります、もっとフリフリにしたいよ、俺は本当は、いやでも紫外線対策ほんまにずっとした方がいいらしいね、ね、ほんとだよ、今もだって普通にさ、太陽がある時点でさ、うん、紫外線なんかさ、うん、確かに出てるのでさ、今はいいやって、めっちゃでも焼けへんからな、色変わらんから今、え、分からへんよな、別にいいやと思っちゃう、頭皮痛くなるやつ、あ、でも痛い、焼けたら、あやか前焼けて皮めっちゃむけました、頭の、頭皮の皮、え、いやもうなんかさ、最後ちょっとやばいよね、うん、ちょっとなんかボロボロになるよっていうかマネージャーさんにふけかと思われてた、え、めっちゃ気まずかった、これちょっと、どうしたのみたいな、でもふけっちゃふけじゃない、え、やめてよ、違う違う違う、頭洗ってよ、それをふけって言うんでしょ、え、そうなの、え、違うの、頭皮、え、え、やばい、なんかさ、え、火に焼けて剥がれたやつもふけだよね、え、それは顔じゃないの、え、違うの、え、ふけはさ、あれじゃない、確かに、うん、そうなんだ、また違うんじゃん、わかんないけど、タイでね、そう、日焼けしなかったんだけど、頭皮だけ焼けて、めっちゃ痛かった、タイ真っ赤になった、めっちゃ可愛かった、オフショットやったー、今でも、こんな時期に行っちゃったら、季節感わからなくなっちゃう、うん、大阪帰ってきて寒ってなったんじゃん、確かに、さっきの無料公開で指ハートしててボードしたら嬉しすぎて、嬉しすぎて、ありがとう、え、全然ね、聞いて、あのさ、うん、帰ってくるやん、うん、そうなるかなって思ったら、うん、なんか全然寒くなくて、なんか涼しいなみたいな感じやって、家帰って、今日寒さマシやったってお母さんに聞いたら、え、今日めっちゃ寒かったね、やばい、体感温度がもう、自分の体がバカになっちゃってそう、絶対風邪ひきそうやわ、うん、寒暖差でやばそう、いけた、元気めっちゃすげえ、なんか今年めっちゃ強いやん、マンゴー食べてたからか、え、そう、今年に入ってさ、めっちゃ、去年ずっと体調不良しなかった、ね、うん、なんか元気な日あんまなかっためっちゃ元気、今年の体調悪い、え、あ、じゃあ映ったんちゃう、映ったんかな、薬土師、薬土師、この前のな、しんどかったもんね、すぐ風邪ひく体になっちゃう、やっぱ弥生の役をね、美咲に渡したっていうこと、やめて、お前役年終わったんじゃん、え、でも同い年やだよ、同い年っていうか、あ、年数学年同じ、あ、そうなんや、え、でもあれって万何歳とかじゃない、違う、2005年、あ、そっかそっか、うん、何ヶ月、あれは年、うん、そうやな、そうなん、あれはなんか平成何年、あ、もしかして辰本ですか、どっちか知らん、えもじゃあ私が行く、ランキング読み終わるで、あやかが行くじゃん、え、やゆうももうランキング読み終わるで別にどちらもいいよ、みさき、え、じゃあまあいいよ、やゆうゆっくりしたいからはい、はい、え、どっちが来るってこと、え、いいってこと、うん、桜田行きます、じゃあ坂田のファンはもう終わりや、そうですよ、坂田、桜田のいつも可愛くしてくれるんで、堀田さんです、ホッティーさん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 、違うけど、あれ誰、サトミちゃん、サトミちゃん、サトミちゃんや、サトミちゃんです、それは名前が違うか、間違えた、これでもさらされた、あー、赤いよ、ダメだよ、やばい、ミサトちゃん、ミサトちゃんです、ごめん、やばいやばいやばい、あ、15分経過しました、また読みます、じゃあみんなでさ順番に読もう、じゃあ13位から順番に読むの、ちょっと一斉にってこと、うん、一斉に、せーの、13位ナオッチさん、クリーマートスリーさん、ありがとう、ありがとう
12キヨさんもう NMB48 ちゃう長いでしょせーの11キッペンさんごめんねありがとうせーの10位ヤフちゃん喜んでも行きますありがとう待ってますねせーの9位ジェフさんありがとう最初やばい8位357050503ありがとうせーの7位吉宗さんありがとうございます吉宗さん6位レオさんありがとうございます5位ヨシモさんありがとうございます4位シロちゃんありがとうございます3位ヨシラッシュ鍋の人さんありがとうございますせーの2位マオさん吉村哲也さんありがとうございますそして1位チキン南波さんありがとうありがとうございますありがとう聞き取れましたか？アイテムもありがとう。え、聞こえましたかね？混ざって聞こえん。ほんまごめんなさい。いやカオスが始まった。聖徳太子になってください。こんにちは。こんにちは。今 Y2K サクタ。今なんか Y2K 流行ってる今。今日 Y2K。今日もしおりさんも Y2K。あれ Y2K なの？うん、Y2K なガールね。でも英語も Y2K だよ。Y2K。ありがとうございました。びっくりした。聞き取れたよ。ありがとう。聞き取れたら嬉しい。ありがとう。まあいい。夜声も頑張ってね。ありがとう。聞こえた。ありがとう。嬉しい。ランキングに載ってる方は聞こえたのかならしいです。ありがとうございました。ありがとうございます。夜声も楽しんで。ありがとう。バイバイ。